はいどうも、くまみりです。えー、よくさ、まあ、この YouTube の時代になってからね。まあ、ブログの時代でもあったんだけど、コスパのいい○○みたいなのって、まあ、あの、別に釣り業界関係なくどこの分野でもいっぱいあるじゃないですか。うん。でね。なかまあ、そう、歌い文句としてね。まあ、自分も使ったことあるし、まあ、そこに関してはぶっちゃけどうだっていいんだけど、 本当にコスパのいいリール、まあリールだったらね、リールだったというか、うん。本当にコスパのいいものって、そのジャンルの最上位機種だよね。うん。じゃあ、まあタイトルにもなっとる、えー、ステラなんだけどさ、あのリールね、あのー、ステラ1個あれば、ほら、メーカー的にはさ、 なんか買い替えスパン5年くらいをさなんかめどにねあのー、商品出してっとるけどぶっちゃけステラ1個あったらさまあ最低でも10年は硬いわけやねんかうんまあちゃんと使えば他のリールでも長く持つしうんじゃああのー、コストに対するパフォーマンスっていうのをねもう本当にコスパ、うん、を見るんだったら やっぱり経年劣化というかその経年に対するその消耗というかねその使えば使うほどやっぱ物ってのは衰えてくわけだからさうんそういう意味でおいても一番買うべきはステラだよね、うん、だって例えばえー、ツインパワーがねまあ3万ぐらいかうん3万ちょっとまあ3万2000円くらいとしようやね それを2個買って6万4千円。うん。で、ツインパワーの性能を2個分使えるわけでしょけど、ステラ1個あったら、ぶっちゃけツインパワー2回しくらい耐えれるやん。しかも、ステラなわけよ。もう、性能が。<laughs> なんか小難しくなんか言っちゃって、なんか申し訳ないんだけどさ、 わかるよね言いたいこと。<laughs> うん。まあ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 。特に今、リールのその分野ってさ、もうなんか、価格帯ってのがもう決まっとるやん。うん。2万円以下だったら、シマノだったらストラディック、ダイワだったらカルディアとかさ、ね。えー、3万円台のリールだったら、シマノだったらツインパワー、ダイワだったら、えー、なんだ、セルテート、うん。 で、あのー、なんだろう。まあ、6万円台のリールとかなってくると、ちょっと、その、イグジストとバンキッシュが並んじゃうから、あれなんだけど、うん。けど、ま、あハイエンドで言うたら、やっぱ、ステラが、やっぱ、一番上なわけやねんか。うん。ダイワー好きの人には申し訳ないけどね。あの、ステラを超えたっていう、その、イグジストイグジストがステラを超えたって話は聞かんので、うん。その、 点で,点で見るならそりゃねバンキッシュの方がステラより軽いようんその釣りのスタイルによっても変わっていてさ例えば、えー、バス釣りとかあとサーフのヒラメとかマゴチみたいな寝魚うんああいうのをやるときはステラよりもバンキッシュとかの方が実は良かったりするのようんう空気清浄機をうなりだしたな <laughs> うん けどやっぱね、その、合成ってのが重要なところになってくると、やっぱりステラとかさ、うん。ね、やっぱ錆びにくいとか、うん。そういう性能もあってね。まあ個人的な細かい部分をね、部品部品で言うたら、なんて言えばいいのかな。あのー、なんて言えばいいんだろう。ね、好き嫌いはあるかもしれんけど、うん。 まあ5年っていう買い替えペースが異常なわけで。うん。ねそうやろだって、ダイバーもマノもさ、その、耐久性。まあ今はちょっと軽さ市場すぎるから、軽さ軽さってみんなうるさいけど、まあその、リールに対する耐久性ってのは、まあ、なきゃあかんやん。うん。釣りにおいて。あんなこじんまりとしたリールで、ね、大物を釣っていくわけだからさ、耐久性。うん。けど、 そのね、5年で買い替えるように。うん。<laughs> まあまあ、あの、両、両方のメーカー、細工はしとるんやけどさ、買い替えが起こるように、なんか、あえてパーツをもろくするような仕掛け。うん。まあ、これは商売だから、まあ、釣り人というか、利用者というか、購入者目線からしたら、もう、いじくらしいことやか,かもしれんけど、やっぱ、そうじゃないと、企業が成り立たんからさ。うん。そこら辺は、まあ、多めに見えるとして、うん。 そうだよね、やっぱ。うーん。だからコスパってのを、なんかね、〇〇リールはコスパ最強だとかさ、〇〇リールはコスパがすげえとか言ってさ、まあよくこの YouTube の時代、みんなが吸ったもんだ言うじゃないですか。で、もちろんその言葉に惑わされてね、あの、いかにコスパがうどうこうって、ね。<laughs> ね、そういうのばっかり、その点で見てしまって、 実はもっと大きな目で見れば、ステラ買っとくのが一番いいんだよね <laughs>、うん。どうしてもステラが買いたくない。シマノが嫌いだっていう人は台場の育児室買えばいいんだよ。うん。<laughs> ぶっちゃけ。うん。だからそのなんか、コスパがどうたらこうたらみたいな感じの売り文句に、なんか、左右されたらあかんよというかさ。うん。さっきも言ったようにさ、ね。 価格帯がもう決まっとるからさ、メーカー側は、その何て言うのかな、メーカー側はそれを狙って作っとるわけよ。ね、ツインパワーの半プラの時もなんか言ったかもしれんけどさ、その3万円のその前半くらいで予算を収めるには、ね、金属ローターぶち込んだせいで、やっぱりどっか削らなあかんわけさ。うん。<laughs> 当然。うん。ね。 あのフルメタルなんかにしようもんなら、それこそ3万の後半は ?3 万8000とかなるわけやねんか。じゃあそしたら、ね、3万前半のセルテート買おうみたいな感じになったらさ、せっかく高性能を作ったんに、ね、お客さん手に取ってくれんわけやねんか。うん。 だからもう、価格帯っていうのは決まってるリールのね、そのもんに関しては、ね、1万円以下、3万円以下のリールなんだてそうだよね。3万円台はツインパセルテート。2万円、まあ、1万円台か。の後半で言ったら、あのー、なんじゃらほい。忘れた。あ、カルディアと、うん、ストラディック。ね1万円以下もなんか小刻みに小刻みに刻んであんねか。うん。もう1000円単位で刻んであんねか、ぶっちゃけ。 ね。千 <laughs> 1000円、2000円とかの価格でもう刻んであねか。サハラとアルテグラとかさ。ね。ナスキーナフ,フリームス高か,かったっけ忘れた。<laughs> ね、だかね。そんななんか、その、もうちょっと大きな目で、大きな目で、見ようぜと。<laughs> うん。思ったりするわけよ。あ、加湿器の水が切れた。うん。<laughs> もうちょっとなんか大きな目でね。 うん、大きな目で見ることをやっぱねその視聴者の人たちにはあの訴えていきたいし紹介する側もその結局カタログスペックを読み上げてね2万円にしてはこのリールは 素晴らしいぞ、みたいな。まあ、俺もよくストラディックのことを2万円にしてはいいリールって言っとくけどさ、ね、2万円に、2万円にし、2万円出して買うんだったらストラディックが一番いいよね、みたいなことは言うとるけど、もう価格、なんて言えばいいのかな卵が先か鶏が先かじゃないけどさ、うん。メーカーがそもそもそういうコンセプトで出しとるんやから、うん。まあ、俺のこうやってね、言っとる言葉すら間違っとるんかもしれんね、そうやって。うん。2万円にしてはストラディックはいいリール。 けど、ストラディックは、所詮、2万円以下のリールうん。<laughs> うん。なんかそこら辺に、やっぱね、この YouTuber 様がね、やっぱこの、なんかはびこっとるこの時代にね、なんかちょっと、盲信的というか。うん。ねえ。多分ね、あの、YouTuber 様が、カタログスペックを読み上げて、ね、ほら、よくおんねか。 リールを片手に決め顔でカタログスペックだけを読み上げるような YouTuber 様。それを見てね、うおーとか言って言うわけよ。うん。多分ね、それ YouTuber 見るからそんなことなるんじゃないかな。自分でホームページでカタログ見たらそんなことないと思う。<laughs> 人の言葉ってすごいよね。うん。いや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 。まあそんな感じでダラダラ話しましたけど、こんなこと10分も話しとるわけじゃないな。てか、話すようなことじゃないな。ということで、はい、終わります。